ペンネーム三日月が綺麗ですねさんからいただきました。はい、大変間に合わないよ。私花森ゆみり22歳。今日は初めての発表会、大きなステージで歌う大切な、本当に大切な日。そんな日に私は電車に乗り間違えてしまった。普段ならしないミス、緊張している証拠だろうか、まさかの事態に憔悴する。駅で頭を抱えてうずくまっていたそんな時、花森さんじゃないか、どうしたんだ。ふと頭を上げると、そこにいたのは一緒の作品で共演した鈴木亮太という男の子。あ、巣だったんだ今の。バイクに乗っていたのだろうか。ほう。ヘルメットを下ろし私に駆けつけてきた。あと数十分で発表会が始まってしまうことを必死で伝えた。後ろに乗れ。鈴木くんはもう一つのヘルメットを取り出し私にかぶせた。急ぐから捕まって。急いでバイクの後ろへ乗り、鈴木くんのお腹へ腕を回す。それを確認した鈴木くんは会場へバイクを走らせた。もしかしたら私歌えるかもしれない。次回第2話、春色リップ。いるのよ。ごめん。ぶっ飛ばし。最高じゃんこれ。ぶっ飛ばし。めちゃめちゃかっこいいよ。あのね、もうね、このコーナー始める前から鈴木くんいるのよ。鈴木くん、バイクの免許お持ちですか。持ってない。あー、取らなきゃ。取ろうじゃん。まず車じゃんけど、バイクの免許。バイクですね。これはもう。あ、PS 妄想しておいてなんですが、次回本当に歌えるのか鈴木が知りたい。次回続きが歌えるのか、あ、その1分半しか尺がないから。あ、なるほどね。歌ってほしいよね。それはね、私たちも願っているけど、うん、多分本人も願っているだろうけど、あとはもうアニプレックスさん次第なんだよね。うんうんってアニプレックスさんうなずいてるけど、どうなんでしょうね、うん、皆さんの今後の応援次第でしょうね。いや、素敵な話でした。これ青ちゃんからしたら鈴木くんってそういう風に見えてる、ね、違うけど、え、だって、え、鈴木くんってどうやって喋ってるの。待って。でもさ、2年近くいんのよみんなで。鈴木くんはなんかラジオ聞いてると、あのウルバカ聞いてるとすごい、あのなんて言うんだろう、 FM 感あるじゃないですか、うんうん、だからなんか、それを、うまくこう、あた、語り口調がね。そう、うんうん、表現したかったんだけど、なんか全然できてないぞ。セリフになってるとちょっと難しいよね。この、あの、しっかり喋りながら。でもなんか、あんまりやりすぎるとキザになりすぎるから、ちょっと筋肉を意識して、どういうやってみました。普段別に真摯な人だから。とってもいい人だよ。続いていきます。ペンネーム。シンクのシンクジュニアさんからいただきました。大変、花森さんの春色リップが流れちゃったら巣の青春が忘れられちゃう。お願い、流れて青春。あなたが今ここで忘れられたら、ウルバカの巣はどうなっちゃうの。スタッフのさじ加減でまだまだ流れるんだから。第30話、流れない青春。流れないよ。流してね。流れないよ。ガチャン。音量上がった。まあいいですな。いい振りをありがとう。流れなかったよ。でもいっぱい流れてたし、うん、今まで、うん、せっかくゆめりちゃん歌ってくれたから、今度はね、当分は青春流しません。宣言した座長が。はい、はい、ということで、なんか面白そうなコーナーになりそうですね。うん、はい、以上青春妄想物語でした。平成最後のコクレイディオ。